なべちゃんのレキオでダイエット、皆さんこんにちは。特集会小倉クリニック肉ドクターの渡辺信之と、はい、健康管理出版指導員の岸本愛です。はい、今日も最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。先生、今日は新年度4月2日土曜日午後2時を回ったところです。はい、今日もね、FM レキオ 80.6MHz、那覇市のアップルタウン2階から生放送でお届けしております。はい、ということで、新年度スタートしましたね、はい、先生。そうですね、なんか私個人としては、ああ、4月になっちゃったかっていうかね、はい、もう僕はその親友とかとご無沙汰の年なんですね、ずっとね。今年に限ってはね、なんか新入っていうのがピンとこないし、はい、でまた新入社員、新入職員といってもね、あの本部の中のちっちゃなクリニックだからね、うん、本部が全部やってくれるからね。ああ、そっか、今愛さんから聞いてさ、あ、じゃあ新入生、新人、あ、新入の季節にならなきゃダメだなと思ったぐらいね。いいですね、まあでもね、これからはいい季節を迎えますね、新入生が来てね、はいはい、そうそう、うん、私はですね、結構こう節目とかですね、うん、第何回とかですね、こう10年とか20年とかってすごくこう大切にっていうか、ちょっとこうなんていうんですかね、っていうタイプなんですよ、うん、でも先生みたいに、そうコンスタンスにやっぱコツコツっていうところもやっぱりいいなと思いますけど、そう、ただ僕節目がないよ。いいですね。本当だ。まあ、だからといってね、こう特別にどうっていうことではないっていうことはあるんですけど、やっぱりこう役場とかこう行くとですね、辞令交付式とかがこうちょっとこう会議室とかでちらっとそう、ね、あの見えたもんですから、あ、そっかって、こんな風に、ね、交付を受けるんだとかですね、うん、っていう風なものをちょっと見たもんですから、はい、なるほど、ね、そうだね、節目ね、はい、うん、そうなんですよ、まあね、皆さんにとってもね、こう何か変化が、ね、うん、あったのかどうか、ね、はい、またこれからも楽しみな1年になるといいなって思いますね、うん、そうですね、うん、また、まあ、新入生の皆さんにもいろいろお伝えしたいこともありますね。そうですね、そうそう、うん、新しくやっぱこう一人暮らしを始めるとか、うん、そういうね、うん、新しい生活が始まった4月でもあると思いますのでね、うん、はい、はい、そうですね、今日も最後までお聞きください。で、節目節目っていうといろいろあるんですけど、まあ僕にとっても節目っていうのは本当イメージがなくて、僕はね、なんていうのか、毎日が節目っていうかさ、うん、自分で決めた時が節目っていう感じですね、はいはい、うんうん、でまた楽しいことがあるぞってね、例えば桜の季節の花見とかさ、はい、ね、名古屋に住んでる頃はね、花見とかあってさ、例えば、うんうんうん、大学に行くんだけど新入生はね、大学来なくていいから前の日から場所取りしとけっちってさ、はい、鶴舞公園っていうのがあるんだけどね、うん、とにかく場所取りするのが仕事で、はいはい、でそれももう嫌で嫌でしょうがなくてね、なんでみんな集まって花見するんだっていう感じでね、うん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 、別に見たい時に見ればいいとかそういう思いがやって、はいはい、でそれがまあ僕の新入生の思い出、うん、であとはね、僕の新入生だ、新入って言ってやっぱり大学が一番かな、覚えてるの、うんうんうん、まあ、よ、皆さん中学校高校生の卒業式とかさ、はい、いろいろ新入社員とかでしょ、僕にとっては節目はね、やっぱり大学で、これなぜかって言ったらね、高校出て、出たよね俺ね、うん、高校出て浪人したんだよ、はい、試験落ちた、はい、うん、で、うん、1回目落ちて、でその時、まあ、前を忘れちゃったから、まあ、で一浪して入ったんだよ、うんうん、で大学時代もね、なんか大学普通は医学部6年生、はい、6年卒業なんだけど、僕の場合はね、なぜか大学が話してくれなくてね、
2年余分に行ってるんですよ。へえ。だからなんていうのかな、単位を落とした夢を今頃見て、で大学で留年した時はね、最初の年がね確かね体育の授業を落としてさ1時間、それで1年留年したのね。でなぜ体育の授業で落としたかって言ったら、名古屋大学ってねキャンパスが広くてさ、テニスコートがねとっても遠いところ、だから確か仲間はね車持ってるやつは車で行ったんだけど、僕車持ってないからね、行かなくなっちゃうね。で結局体育の授業が足りなくて落ちてとか、2年前はなんか科学の授業かなんかでまた一つか二つで落として、だから未だにね僕は卒業できてない夢ばっかり見てさ、で卒業できてないのに医者やってさ、でなんか捕まっちゃうっていう夢ばっか見て、で起きてさ、大丈夫だ、俺ちゃんと特集会で仕事してるから本当だよなって、そういう夢を見るから、なぜか記憶に残る節目っていうのは、大学の最初の頃これは覚えてるね。で桜の季節は花見の場所取り、それからもう一つね、僕たちの大学の頃は1年生で就職するとね、あ就職じゃないなごめんね入学だ、1年で入学をするとあの合宿があってね、先輩たちが1年生を引率して、まあ、林間学校とかそういうところに泊めるんだけど、そこで必ず映画を見たのね、でその映画の題名がねヒポクラテスたちって映画なの。あ、大学入ってすぐ1年生の時に合宿に行って、そこで見る映画がヒポクラテスたち、で出てる人が古大谷、古大谷正人さんかな、古谷っていうの、小谷っていうの、古大谷正人さん、あの背の高い人ね、それからキャンディーズのねランス・ミキちゃん誰だったかな誰か出てる一人で、とっても素晴らしい映画で、これがまた京都のねあの大学の医学部の中でのお話だろ、実習をしたりさ、あるいはあの悩むんだよ、こんな治療をしていいのかとかさ、学生運動もしたりね、キャンディーズのスーちゃんか、スーちゃんかな、悩んで自殺しちゃったりとかさ、あるいは主人公が彼女を妊娠させて、降ろしちゃったとかね、そういうのがある映画を見たんだけど、題名まだ覚えててね、ヒポクラテスたちってだったんですよ。で愛ちゃんなのヒポクラテスって言ったらどんなイメージがあります？一応ギリシャ時代の医学のどたらこたらとか、そうですね、もうなんか先生の先生みたいな、そうなんだよね先生の先生、でヒポクラテスの誓いとか言ってね、医師と医師たるものは何々である、何々になる、何々であるっていろいろ書いてあって、僕はもうほとんど覚えてないんだけど、でそのヒポクラテスとがあの書き残した、彼が言った有名な言葉一つあって、これ僕は好きな言葉なんだけど、あの医者で医者がね、医学だよ、食事で治せない病気は医者でも治せないって言葉があるんだよ。食事で治せない病気は医者でも治せない。これあの実際メックやるようになってから、メックを指導するようになってから、さらにねなるほどなと思ったんだよ。愛さんね、あの医者でも治せない、あごめんねあの食事で治せない病気は医者でも治せないって言葉聞いてどんなイメージになります？食べて治せない、ね、ということはひっくり返せばさ、ほとんどの病気は食事で治るよっていうことなんだよ。食事で治せるよ、でそれで治せない病気は医者にかかるんだけど、それでも医者でも本当はもう治せない。で、実際あの現代医学でもね、あのなんていうのかな、医者がやってることっていうのは実はほんのわずかで、例えばそうだね、医学に貢献したって言ったらまずは抗生剤かな、ペニシリン系、ペニシリンから始まった抗生剤あるでしょ、感染症は確かに抗生物質で治るようになった、
ね、それからあとは外傷、ね、出血したりとかさ、骨折したりとか、まあそれは病院で治す、ね、だけどそれ以外のほとんどは原因も分かってないのがほとんどだし、治すというよりは症状を抑える、これぐらいしかできないんだよ。だからあの僕が特集会に入った時に先輩から、まあ、これもまた尊敬する先輩なんだけど、その先輩から言われたのは、渡辺絶対に患者さんに悪さをするな、悪さをするなっていうのはね、今以上悪くしちゃダメだよってこと。つまり医師っていうのはね、関われば関わるほど患者さんに何かの作用を及ぼすんだけど、結局治っていくっていうのはね、あのなんていうのかな、医師の力でもなくて本人の自己治癒力、それをプッシュするのが医者なのね。で逆にね、これを治してやるから、この薬これは治すためには点滴点滴ってやっていくと、やりすぎちゃって悪さする、はい、だから見えない医療事故っていうのが多い、へこれなんだよ。だから自分が普段患者さんを診療して治療してる時に、もしかしたらこの治療は悪いんじゃないか、悪いんじゃないかって、そう考えなきゃいけない。先生今日のお話深いですね、うん、あのそうですね、そうなんだ、あのいや、ま、全然なんていうんですかね、うん、逆というか、うんうん、あの薬が増えたさとかっていう話を聞くことの方が多いんですね、うん、薬が変わったさとか聞くでしょ。そう、でも、うん、今の先生のお話を聞くと、そう、まあ、逆、まあ、逆ですよね、うん、だって病気が治るということは薬が減ることだよ、はいはい、で薬から卒業するっていうのが、はい、ベスト、うん、でやっぱ食事から入っていく、うん、食事とかやっぱ本人さんのこの自己治癒力を見ながらこう、うん、あのなんていうのかな、診察に当たるこの見方というかっていうものがやっぱりこう違うということですよね。そう、そうだからあの例えばね、人間の寿命はどんどん伸び続けてるんだけどさ、はいはい、大昔からね、じゃあ病院があって、薬があって治療法があったかってことだよ。特になかったよね。うん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 、あるいは日本ではがんが増えてるとか言うでしょ。でがんによる死者も増えてるって言うじゃない、はいはい、これ医学進歩してるのかな。うん、あるいは検査機械も増えてさ、いろんな CTMR いろんな検査法はあるでしょ、はい、だけど治す方法っていってはさ、はい、もう限られてるんだよ。ああ、はいはいはい、ね、長く生きた分あの病気があるよねっていうのもありますしね、うん、で年を取ったら病気をするのが当たり前だってよく言うよね、はいはい、でもこれもね、年取ったら病気するっていうのも不思議、はい、変なんだよ。あ、そうなんですか。普通年取ったら病気しないよね、長生きしてるんだから。はい、そうなんでしょ。へえ、うん、まあ、うんうん、いろんな見方があるんですけどです、ね、基本はあの食事で治せない病気は医者でも治せない。でこれはなぜ気づいたかといったら、肉卵チーズのネック、この指導をすればするほどやっぱりね、現代の医療にその疑問を感じるかな。それはね、学問が発達してさ、薬が増えるのもいいよ、いろいろな新しい薬も増えていく、それはそれでいいよ、治療の選択肢が広がるね、じゃあその治療の選択肢が広がる中で、なぜ日本人の糖尿病は増え続けるのか、これ誰も答えを出してないんですよ。だって変じゃない？だって薬が発達して、ね、病院も増えて医師も増えて、なのになぜ病気が増えるの？そうですね、減らなきゃダメだよね、うんうん、ということです。で、なぜこういう話をしたかって言ったらね、実はもっと悲しい暗い話があって、まずはテレビでちらっと見たんだけど、このコロナ禍になってさ、学生さんがね、家からの仕送りが減ったあるいはなくなったから、
バイトしなきゃいけないと。でそれで授業料も払ってた。だけどバイトがなくなってね、学費も払えなくなると。こういう人結構、まあ、僕の周りにはまだ具体的な人はいないんだけど、テレビを見るとよく聞くよね、はい、学費が払えなくなった学生さん、はい、ね、でそういう人たちはどうするかって言ったらね、食費を削るしかないんだよ。みんな食費を削る。まあでも娯楽のお金もそれは減らさざるを得ないけど、大体真っ先に頭に浮かぶのね、食事を削るんだよ。うん、これ、はい、特徴だよね、食事を削っちゃう。じゃあどうするかってことなんだ、ね、うん、で食費を削らなきゃいけない、あるいはアルバイトがなくなった人こそ元気になってもらわなきゃいけないのね。なんだかんだ言っても体が資本でしょ。だからお金がない、あるいは経済的に恵まれないからといって、じゃあ病気になっていいかって言ったらそれは間違いでさ、健康だけはね平等になれるんだよ。みんなが健康になれるんですよ本当は。じゃあそれのためにはどうするかっていう話を特に若い皆さんに伝えたいからね。うん、まあ、今日のテーマっていうのかな、新入生の皆さんに話したいよということでお話をしていきますからね。ちょっと曲の後に、チャンネルはそのままでお待ちくださいね、いつでもどこでも誰もがメック尺、お願いします。
なべちゃんのレキオでダイエット。皆さんこんにちは。特集会小倉クリニック渡辺信之です。最後までお聞きください。さあ岸本さん、はい、若い人に伝えたいこと。そうですね、まあ、私の独断と偏見で、はい、ですが皆さんできれば耳をそば立てて聞いてくださいね、はい。先ほど言いましたよね、食事で治らない病気は医者でも治せない。つまり食事が大切だということです。でいつもの復習に参りましょう。三大栄養素、皆さんも覚えてください。三大栄養素、はい、中田さん、三大栄養素3つ教えてください。何だったっけ。はい、タンパク質、はい、タンパク脂質、はい、炭水化物、はい、そうです、はい、ここまでも皆さん大丈夫ですよね。ですけどまだまだこれね広まってないですよ。小倉クリニックで私診察してるでしょ。で新患さんっていって新しく患者さんも来るんですが、うんうんうん、特に若い人、三大栄養素知ってますかって言ったらね、知らないよ。はいはい、愛さんもどう、僕とお付き合いする前はさあんまり関心なかったじゃない、はいはいはい、三大栄養素ってもう全然全然です。でしょ、目の前にある食べるものを食べてましたから。だけど食べ物が命に直結するから、ね、だから覚えてください。もうね、でその三大栄養はタンパク、脂質、炭水化物と言ったでしょ、ね、ここでいいですか皆さん、真実ちょっと大げさか、ね、その三大栄養素の意味が分かれば、何を食べれば長生きできるか、何を食べれば健康になるか、皆さん自身で分かるか覚えて。タンパク、脂質、炭水化物でしょ、ね、タンパクと脂質、特に脂質っていうのはね、どういう字を書くかって言ったら月変のうまいっていう字、油、脂質、わかるかな、動物性脂質の油、うん、はい、これの脂質ね。そうすると脂質っていうのは元は動物性脂肪のことです。って脂質っていうのは動物性脂肪のこと、はい、だって栄養学って、ね、日本が西洋から入ってきたのは明治時代なんだけど、うん、その頃ってね、植物油ってほとんどないですよ、うん、みんな動物の油を食べてましたよ、ね、で植物油がいつ食べられるようになったかって言ったのはつい最近のことで、しかも植物油が人が食べても安全になったのがつい最近なんです。うーん、はい、つまり植物から絞った油っていうのはね、はい、アクがあったりね、毒性があるんですよ、もともとそれを食べられるように科学の技術が発達したから僕たちはいろんな植物油食べてるけど、もともとは安全な油はラードやバターなどの動物性脂肪なの、はいはい、これも皆さん植物油の歴史を見れば書いてありますよ、うん、さりげなく書いてる。でそしたらタンパク質、当然肉食だよね、はい、動物を食べるわけだ。だからタンパクと脂質は動物を食べると覚えてください。タンパクと脂質は動物を食べる、はい、動物を食べる、うん、で動物を食べるといえば肉、卵、チーズ、まあ、肉だけ覚えてもいいですよ、ね、うん、肉、卵、チーズを食べると、そうするともう簡単だよね。タンパク質の働き、これはもうどんな教科書を見ても書いてるんだけど、体を作ります、ね、はい、それからエネルギーになる。だから女性で言えば、簡単に言えば筋肉になるとか、はい、ね、あるいはお肌を作る、つまり、はい、生まれた赤ちゃん、あれ胎児が大きくなって人間に変わっていく、体を作る、病気になったから体を治すのがタンパクなんです。こうやって食べなきゃダメだね、うん、で脂質、油、皆さんね、油食べたら太るとかさ、油の食べ過ぎは良くないなんて言うでしょ。誰が言ったか分かんないよねこれね。そうですね、うん、はい脂質で太るってのは間違いですよ。脂質も必ず食べなきゃいけない栄養素で、これはね、女性ホルモンに変わる、男性ホルモンに変わるんですよ。油はホルモンに変わったり、あれは僕たちのお肌をツルツルにするね、細胞膜の材料なんです。だから油を食べないと体がバラバラになってね、ホルモンもできない。だから更年期症状に悩むとかいろいろあるんだけど、うーん、はい、だから脂質は体を作ってホルモンになります。だからタンパクと脂質は必ずや食べなくちゃいけないこれ、うんうん、であと炭水化物だね。
炭水化物って言うと皆さんどのようなに思ってるかな。なんか炭水化物抜きダイエットとか、まあそれぐらいかな。あるいは炭水化物は主食だから食べなきゃいけないとかね。そうですね。じゃあ炭水化物も皆さん勉強すればいいんですよ。はい、まず炭水化物どんな地でできてますか。炭と水炭と水からできた化合物。ですね。どう？炭と水からできてるんだよ。え？じゃあ牧場じゃん。はい。それが食べ物なあんだれ？よ。え？え？炭と水からできたものを食べて体ができる？肉ができる？鉛筆の芯だよ、炭は。はい。ね。よそれが炭水く化物。ね、エネルギーになる、エネルギーの元とかって聞きそう。ますが。ね。これは炭素と水の化合物ははい。ガソリンがある。はい。ね。それから、ブドウ糖がある。はい。これ油じゃないんだよ、はい。ね、だからエネルギーにはなる。だけど所詮炭だからね、肉はできない。そう、そこなんですよそこね。炭水化物では体は作れない。はい、だけどさっき岸本さんが言ったようにエネルギーにはなる。はい。はい。だから体は修理できないけど当分動くことはできるよ、ね、だから米食べなきゃ動けないとか言ってね、食べてきたわけだ。だけど世界に目を向けると、タンパク質もエネルギーがあります。脂質もエネルギーになるんです。そうするとどれだけエネルギーがあるって言ったらね、糖、炭水化物は 1g 食べると4キロカロリーのエネルギーがある。だから 1g 食べたら、まあ腹筋が4回としましょう、例えばね。これが糖分です。だから食べるわけだ。だけど世界中に目を向けると脂質、油はね、1グラムで9キロカロリーのエネルギーがある。糖の倍以上だよ。で、タンパク質も4キロカロリーエネルギーがある。そしたらスポーツしたい人、あるいは元気にジムに通う人は糖と脂肪どちら食べた方がいいかな。エネルギーがあ脂肪るのではすね。脂肪だよね。そういうこと。だから脂肪のエネルギーは長持ちするから、例えば欧米人でサッカーが強いとかね、45分走り回っちゃうでしょ。ところが糖質のエネルギーって4キロカロリーですぐなくなっちゃうからね、瞬発力はあるけど。だから、まあ、相撲のような感じね。やっぱこうタンパク質と脂質は体を作る材料も入ってるよっていう、ここですよね。炭そうな水ん化で物す。はもう炭水化エ物ネルギーでだけ。エネルギーだけ。やっぱこう血液を作ったりとか筋肉を作ったりとかない。ね、細胞膜を作るのはタンパク質と脂質ですよと。そうなんです。そこなんですよそね。う、皆さんこれよくね、食べな本きをゃ見て、そういけないっていうのはやっぱそこ、そういう意味そうなんででおっしゃってるんですよね、す。先生もね。ですからタンパク、脂質、炭水化物、この呼び方とかさ、漢字の構成から考えても分かるように、タンパクはひらがなだから昔日本人にはなかった、だからひらがななんだけど、タンパク脂質は動物を食べるということ、炭水化物は炭でできてるからね、植物を食べるということ、こう考えれば何を食べるべきかっていうのが分かるかと思います。はい、ここでちょっと曲に参りましょうか。カムカム30回短いのでお願いします。鍋ちゃんのレキオでダイエット。皆さんこんにちは、渡辺信行と。岸本愛です。もうしばらくお付き合いください。はい、ということで、
もう三大栄養は皆さん絶対押さえてください。で、人に説明できるようにもなってくださいね。はい。うん、じゃあ、困った人、恵まれない人、何を食べるかということ。ということは、体を作るものを食べなきゃいけないよね。はい。で、しかも、給料が減ったとかさ、お小遣いがない、食費を削らなきゃいけない、まあ、コンビニで買わなきゃいけない、この時に何を買えばいいかってことです。そしたらぶっちゃけタンパクと脂質は食べなきゃいけないってことだよね。体を作るから、はい、でエネルギーにもなるからね、はい、だけど炭水化物はエネルギーになるだけだからさ、タンパクと脂質で動いても足りない人は食べていいかもしれないんだけど、その限り体は作れないからね。だから炭水化物ってのは嗜好品と考えたらいいんだよ。なくてもいいんだけど、まあ食べたらそれなりにいいかなと、はい、じゃあコンビニで何を食べるかって言ったら、皆さんタンパク質 1g あたりいくらするかっていうのも考えてください。わかる？例えば150円持ってコンビニ行くでしょ。そうすると150円でだいたい鮭おにぎりとか買えるよね。うん。そうするとタンパク質の量今ね書いてあるからさ。はいはい。あの裏の裏、そうそう、あの製品、ね、成分表ですね。うん、はい。パッてひっくり返してみるわけ。そうするとね、炭水化物制限とかしてる人はさ、炭水化物の量を見てさ少ないのかよね。はいはい。だけど今の世の中は自分の体が資本だから、炭水化物では生きていけない、体が作れないから、じゃあ何を見るかって言ったらタンパク質を見るんだよ。うん、はいはいはい。だからタンパク質の多いのを選んで買う、うんうんうん、ね。そうすると例えばおにぎり150円のおにぎりを買うとタンパク質が 4g ぐらい入ってる、はいね、まず覚える。タンパク質150円でタンパク質 4g だ。そしたら150÷4を計算すればさ、タンパク質いくらってのが出るよね。はいはい。じゃあ中田さんちょっと計算してくれるかな。おにぎり1個150円、タンパク質が 4g、 じゃあタンパク質 1g でいくらでしょうか。うん、それそんなもんだね。150÷4だから、はいはい、ね、37.5。え、じゃあ覚えて、37円だよ。おにぎり1個。そうですね。結構高いですね。高い、結構高いんでしょう。なんとなく分かった。はいはいはい。じゃあゆで卵、はい、コンビニでね、1個75円。高いよね、1個75円。1個、そうですね。うん、まあいいや、それさておいて、コンビニで買うからね。で、2つ買えるよね。はい、うん、150円だったらね。そうですね。そうすると150円でコンビニの卵を2つ買いました。卵は1個 6g のタンパクがあるから2個で 12g です。おお。そうすると150円のおにぎりを買って12g のタンパク質だから、はい、1個あたり、今計算してんだよね、1個あたり1g あたり 12.5 円になります。 1g あたり 12.5 円。へえ、どう。そうなんですね。でもう一つ、厚生労働省は一般的な女性は最低限タンパク質を 100g 食べなきゃいけないって言ってるわけだ。そう、うん、そうするとおにぎり1個食べてタンパク質が 4g、 4g、はい、そう、何個食べなきゃだね。150円、25個なんだ。で25個で150円、150円だからさ4000ぐらいするんじゃないかな。まあそこまで嘘だ、めんどくさいかね。そうなんですよ。だから卵は150円払えばタンパク質が 12g も買えるんだよ。そう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 。おにぎりは150円でタンパク質 4g なの、うんうんうん、じゃあどっちがいいですか。で別にね、おにぎり買っちゃいけませんって言ってませんよ、うん、だってコンビニはさ、おにぎりと卵両方売ってるからどっち買ってもいいよね、うん、別にコンビニさんは怒るはずないよね。だから僕は卵買います。だって生きていきたいもん。そっか、うん、そうですね。でタンパク質が不足するとね、女性は特に髪がパサパサになるとかさ、肌のツヤが悪いとかやつれるとかさ、
そうすると若い女性なんてダブルパンチでさ、栄養はないわ、お金はないわ、肌がボロボロって言ったらもう本人、うん、でまたうつ病になっていくからね、タンパク足りないと。だから僕心配してるの、特に若い女性。よくあるじゃん、サラダだけで過ごすとかさ、おにぎりだけって。違うんだ、卵だよ。でチキンもそうだね、1個買えるよね。うん、でチキン1個買うとね、これ8グラムぐらい。だチキンちょっと少ないんで思ったより、うん、おにぎりよりは多いけどね、うんうん、こういう考えた方すると何を買うべきか分かるよね、うん、だからあのおにぎりはおにぎり買うよりももっとタンパク質の多いのがあるよということで、うん、でその見方がタンパク質 1g あたりいくら入あのいくらするんですかってことね。ポテトチップス 60g で買ってさ、ね、まあそれ100円80円で 60g 買ったとしてもタンパク質がさ 1g いくらかってことを計算してくれればね。そうすると、うん、あのまあ僕自身の話だよ、普段は極楽クリニックにいるけど、たまにはよそのクリニックに午後から応援に行くんです、はい、そうするとまあ午前中も食べずに昼も食べなくていくからさ、途中でお腹空いたらあ困るなって言ってんで僕もコンビニに寄るんですよ、ね、さあ僕コンビニで以上の話から、うん、僕は何を買うでしょうか、わかる？どうだろう？どうだろう？僕コンビニでいや500円以内に収まるのは300円ぐらいで終わるかも。はいはい、はい、僕が行くのはねファミリーマートだからね、そこにはねあ行っていただくかな、そうなんですね、ファミリーかローソンなんだよ、はい、通り道があるから、はいはい、別にセブンがいいとかこだわってない、はい、で、うんうん、そこのファミリーはね生卵売ってるんだよ、はい、6個入り、はいはい、6個で150円だよ、うん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 、ね、そうすると卵6個だからタンパク質は6636グラム、うん、で6個で150円だから1個あたりどう、タンパク質の値段、うん、5円4円これだよ、はいはい、で僕は仕事中はねわざわざゆで卵を作るとかさ、卵焼き作るなんてできないから生で飲むの、うん、飲める生で、いえ、あ、そっか、の飲もうと思ったことないです、ね、はい、だけど僕は自分の健康のことと、はい、ね、それから皆さんにいろんなことを教えたいんだよ、安くできるよ、うんうんうん、安くできるよってんで僕は生卵を飲むんだけど、だいたい午後の2時から夕方の6時まで仕事の合間、はい、コクンと飲むからね、はいはい、でだいたい6個飲んじゃう、うーん、でもそれでタンパク質36g 取れるんだよ、はいはい、150円で、はい、1日 100g のうちね、うん、大きいでしょこれなんだよ、卵6個で 36g 取れる、うん、150円ぐらい、そう、はいはいはい、で、はい、あとはね僕あんだかしおやつに食べるからさ、はい、だいたい1袋1日、はいはい、そうするとね、うん、あんだかしで 50g そうそうなんですよね、しかも300円、そう、あれ脂肪もたくさん入ってるんで、うん、もう一石二鳥、もうあれ一袋でね、そう、はい、経済的にどう、ね、ワンコイン、うん、うん、そうなんだよ、ですから皆さんね、いろんな食べ方があるよ、ね、うん、せっかくだから美味しいの食べたいな、味が単調、単調とか卵ばっかじゃ飽きるんじゃないの、うん、とかいろいろ考えがあるね、いや日本人だからおにぎりは外せないなとかいろいろあるんだけれども、せめて昼ご飯はねどうせゆっくりおいしくたっぷり楽しく食べることができないんだから、必要最小限のお金でさ最大の栄養を得る、うん、はい、これを考えればいいんだよ、はいはい、で昼にね卵の 36g のタンパク質食べとけば、まあ他の食事が今までの節約したとしてもまあ食べないよりはタンパク質が多い、健康になるね。そうすると例えば女性の場合ね、タンパク質不足はね不妊になるんだよ、タンパク質不足はね肌の荒れて見た目もね気にするようになっちゃうんだよ、
それを思えばね、生卵6個でもいいんです。だけどなぜか周りはね、女性は生野菜サラダが好きだとかさね、女性はスイーツが好きだとかさ、あるいは納豆はヘルシー、これ僕納豆が何でヘルシーか分かんないんだけどね。だったら植物タンパクでしょ、植物タンパクはタンパクじゃないよね。うん、でしかもネバネバがいいって言うでしょ。そうそうそう、ね、ネバネバなんて何、元をたどればアミノ酸のタンパク質だよ。ほう、うん、はい、でしかも発酵食品がいいって言うでしょ。チーズなんて発酵食品でアミノ酸菌ね。もちろんね、チーズが発酵した方が栄養が豊富に決まってるから。だけど納豆はヘルシーって言ったら女性がさ納豆買っちゃう。納豆だったら僕はタンパク質、卵をおすすめする。だから納豆が好きな女性にはね、必ず生卵を入れて食べてよって、はいはい、指導します。ですからあの新入生の皆さんとかね、あるいは食費を削らなきゃいけない学生さんとか、あるいは独居に一人暮らしを始めたお年寄りの方ね、コンビニへ行くんだったらタンパク質豊富なものを食べて、安いものはちゃんと探せばありますよってことをみんなにお伝えして、健康だけは平等に、で健康だけは体だけは食べたものが時間に体に跳ね返ってくる。タンパク質を食べれば、簡単に言えば筋肉がついてお肌もきれいになって自分のためになるんですよ。ところが炭水化物にお金をかけて食べるとエネルギーにはなるんだけど体を作ることはできないんだよ。だから炭水化物食べてさらにタンパク質脂質も食べなきゃいけない。だからこれ順番をひっくり返してさ、先に生きるためのタンパク質を食べる。そのためには 1g あたりいくらかな、タンパク質を表情を見て食べていただきたい。それが今の世の中を生き残るコツ。世の中では戦争が起こってさ、また物価が値上がりした、ね、小麦の値段が上がった、ね、ガソリンの値段が上がった、上がった上がったっていうニュースしか聞かないんだよ。上がったら何か減らせばいいんだからさ、消費税全部ゼロにしちゃえばね、値上げ分はなくなるわけだからね。だから国の方もさ、どこかで節約していただきたいんだけど、それはそれで何が起こるかわからないから、自分で自分の身を守る、確実に体に嘘をつかないのは食べ物、それはタンパク質なんです。動物性タンパク。だからヒポクラテスがね、食事で治せない病気はない。食事を間違えて病気になったらまたお金がかかる。で病院に行ったらね、また食事の指導がとなってしまいますけどね、うん、ということで、コマーシャルに行きましょうかね。唐揚げダイエットお願いします。唐揚げダイエット、熱々ジューシー揚げたてお肉はとっても栄養満点、鶏肉、豚肉、牛肉、ヤギ肉、肉なら何でも OK、 卵とチーズもおすすめします。肉、卵、チーズをよく噛んで食べて、お腹が空かない噛むだけダイエット、から揚げダイエット、噛む噛む30回を忘れずに、アイスクリームダイエット、ちょっぴり贅沢バニラアイスは実は栄養満点、乳脂肪分12%以上のアイスを選び、卵とチーズもついでに買おう、肉、卵、チーズをよ
けダイエット」「アイスクリーム」「ダイエット」「カムカム30回を忘れず」なべちゃんの「レキオでダイエット」。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。この後岸本愛からお知らせがあります。最後までお聞きください。はい、あと少しのお時間ですが、はい、私の方からですねお知らせをさせていただきます。はい、4月ですね第2週目来週の、はい、ラジオなべちゃんのレキオでダイエットですねゲストがお決まりしております。はい、なんとかねてよりメック職で応援しておりましたプロボクサーのシーサー皆川選手先生ご出演が決まっております。実はですね3月27日にあの無限挑むっていうねあの16回のこうボクシングの大会があったんですけれども、まあ、そちらにあのプロデビュー2回戦を終えてですね見事勝利を勝ち取りました。皆川選手をまたお招きしてですねあのまた減量までのいきさつだったりとか、ね、またこのもう夏だからねダイエットする女性も増えるね。そうですね、そうですね、はい、でそうです。また77キロから66キロっていう、 こう結構ハードなダイエットもされてきてのチャレンジだったので、うん、そういったこともまたね次回にお話聞けると思いますので、はい、お楽しみに、はい、皆さんしていてください。はい、それから第4木曜日ですね4月28日は、まあ、毎月定例で開催しておりますエメック食オンライン講演会を予定しております。今回第20回目を迎えることになります。はい、前回に引き続きですね新生活応援ということで、うん、今回はメック食の実践編ということでちょっと今考えておりますので、はい、実際に何をどのように食べるかというところをですね、うん、あのテーマに、はい、お話ししてくださいますので、先生のメルマガ登録をしていただいた方は無料でご招待しておりますので、またあの皆さんお声掛けの上ですねたくさんのご参加をお待ちしております。はい、それから特集会小倉クリニックはですね、うん、那覇市小羽倉交差点ローソン裏手にございます。電話番号が098-855-1020 098-855-1020 です。事前にお問い合わせの上ご来院をお待ちしております。はい、先生今日もありがとうございました。はい、皆さんどうも聞いていただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。なべちゃんのレキオでダイエット。お肉食べよお肉食べよお肉食べよお肉肉肉肉肉食べたい。お肉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 食べよう。元気お肉お肉ほっぺたうるうる。お肉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 食べよう。まんまのランゴまんまのランゴ。まんまのランゴ。
ご飯を食べるな。肉、卵、チーズが健康長寿を作る。講談社より好評発売中。私、渡辺信之が書きました。長寿県復活のために読んでください。日本人だからこそご飯を食べるな。医者いらずの体を目指しませんか？FM レキオ、リスナーの皆さん、